シ死ぬ川シヌー川から望むモンテリア市。モンテリアは、コロンビアのカリブ海地域のコレドバ県の県と、正式名称は、サンヘロニモデ・モンテリア。2016年の人口は34万6 9九百人。カリブ海から約50キロメートル離れているが、シヌーガ川の港から海につながっている。国を象徴するソンブレロ・ブエルティアオや、ポロの発祥地である。 500年頃から800年頃にかけて、現在のコルドバ県にあたるシヌー川や、サンホルヘ川、ネチ川流域に、シヌー文化が栄えた。1777年5月1日、スペインのアントニオデラ、トーレイ・ミランダ大長が、シヌー川東岸にモンテゲアを建設した。後に、サンヘロニモデモンテゲアと改名し、西岸に移転した。1803年、先住民が、 西岸のサンヘルニモデ・モンテリアを焼き打ちしたことを受けて、東岸のモンテリアに再移転した。1923年、ボリーバル県に組み込まれた。1952年、新設されたコルドバ県の県都になった。メデジンとシンセレホ、カルタヘナ、バランキージャを結ぶ高速道路が、モンテリアを通る。橋が架かる前は、船で市内を移動していた。川は、水深が浅く、 商業交通には向かない、ガルソネス空港がある、首都、ボゴタやパナマ市への路線が多い、ありがとうございます。